はい。カメラマンの石山です。えー、今日はですね、久しぶりに富士フィルムさんのお話ですけども、えー、私が持っている富士フィルムさんのカメラは、この XE3 と、えー、レンズがですね、まあ、この XC15-45mm、これをつけていつも持ち歩いているというね、えー、ことでよく紹介してますけども、えーまあ、レンズも他に何本か持ってるんですけども、 え普段持ち歩く時はですね本当にこのセットもしくはこれが追加されるというね感じになっておりますこれはシグマさんの 30mmF1.4、えー、どうしてもね、えー、F 値が少し暗いので夕方ボケ生かしながらなんかちょっと撮りたいなっていう時にこの 30mm に付け替えるぐらいのレベルなんですけどもでもほぼこのセットだけで撮ってる感じがします、えー、高感度もですねななかなか あの使えるカメラなのであまりなんかういやうーん明るいレンズがなとかってそういう感じは今してませんえ非常にねお気に入りの1台なんですけども、まあ、普段はは、えー、のカメラを仕事としてて使ってます、えー、ただねあの今自分が持ってるキャノンのカメラの中では、えー、一番軽くてコンパクトなのが R6 だったりもするんですけどもそれでもですねやはりなかなかの大きさになりますまあ小さいとい言えば小さいんですけどね比べてしまうとこのぐらいの差が、ね、ありますのでね、えー、ボリューム感っていうところで、まあ、軽いんだけどもやはりこの XE3 に比べると大きいぞっていうところでこのカメラが非常に重宝してますただ XE4 がまあ出てましたけどもそれが カタログから落ちました今富士フ,フィルムさんで売られているカメラの種類としては APS-C のセンサーを積んでいるカメラというふうに限定すると XH2SXH2 そして XPRO3XT5 そして XS10 ですねこの5機種になります。 えー、ここにね今までは XE4、e、というのが、ね、ありましたけどもねそれがなくなりました、えー、そうすると、まあ、XT4 から XT5 になったように XE4 から XE5 になるのかっていうところなんですけども、えー、全くですね噂も聞かないしなんかそういう気配もないなというところでね思ってますなんですが、えー この軍幹部がないカメラ、まあ、X プロシリーズはありますけども、あれはね、ちょっと大きいですよね。で、これは小さいです。本当に小さくてコンパクトで、普段持ち歩くとき、首からぶら下げてても、このサイズこの、このセットだと本当に苦にならないんですよね。だから、このサイズのカメラが、えー、私は非常に欲しいなと思うので、えー、でその時に、じゃあどういう、 カメラだったら XE5 欲しいと思うのかっていうところなんですけども、えー、まずねセンサーがありますけども XT5、XH2 今4000万画素のね新しいセンサーが載ってきましたで XH2S とかね XPRO3、えー、XS10 この辺りが 2600 2616万万画素万画素素だったかななんかそこのカメラのセンサーが乗ってきてきますそのセンサーがね乗ってきてますけどもじゃあどちらの今2択として考えた時にどちらのセンサーを、えー、いいかなっていうところなんですけども、えー、XT5 私の知り合いのカメラマンさん購入しました。 金本さんんという方なんですけどねでこの間一緒に一匹子とかね撮影に行ってきたんですけども、えー、写真見せていただきましたで YouTube もねやってるのでまあ後でちょっとリンク貼っときますけども、えー、非常にですね、えー、とても綺麗な写真がノイズ感とかねそういう描写もね本当に優秀なねセンサーだなっていう風にね感じてるんですけどもじゃあそれが乗ってくるといいなっていう風にね、えー、感じるかというと。 まあこのサイズでボディ内手ブレ補正がなくて、まあ、レンズの手ブレ補正はあるにしても、えー、4000万画素っていうサイズのセンサーで、えー、ブレの問題ですね微妙なブレとかが目につくかなというようなことを考えていくとむしろ XH2S とかにね包まれている2616万画素の方のセンサー のの方がバランスととししてててははいいいいんじじゃないのかなかっっう風に、ね、ちょっと感じたりはしてます、えー、XE4 がねデザイン重視でこういうちょっと指の引っかかりがねなくなったシンプルなデザインに変わってましたけども、えー、あれはあれでねものすごくかっこよかったんですけどもこういうボタン類とかねあのちょっとずつ省かれてしまったりとか位置がずれたりとかっていうところでまあ 持った時の感じで言うと、えー、私はこの XE3 の方がしっくりときてたのでそのまま使ってるという感じなんですけども、えー、まあデザインはねかっこいいんですけど持っててかっこいいなって眺めてるカメラじゃなくてやっぱり実際に撮って、えー、撮る時にねこう手に馴染むカメラっていうのがね非常にこう好きなので、まあ、そういう意味で言うとこの3のこのタイプですね。 ちちょっっとと出っ張りがちゃんとあるっていう親指の引っかかりもちょっとあるっていうねなんかこういうサイズこういう形の方がえ私はいいなという風にね個人的には思ってます。まあ、そこはね皆さんのねえいやかっこいいカメラの方がいいよっていう方もいらっしゃるかもしれませんけどもグリップって意外とね大事なのでまあそこはね大事にえまあ自分の好みでねえこういう形がいいなという風にはちょっと思ったりはしてますけどもえあとは まあ、このフラットなね軍艦部のところ上面全く何もないこの感じ、えー、これはこのまま続けていってほしい XE シリーズのこの形は続けてほしいなと思います。えー、まああとフィルムシミュレーションねその辺が、えー、まあいろいろとね乗ってくるのは楽しみにしていたいなというふうにね思っていますけどもまあどういう カメラが出てくるのかもしくはもう終わってしまっているのかもうしばらくね様子を見たいなと思いますえー、噂が出ていないっていうところがねなんかちょっと寂しいんですけどもね、えー、なんかね情報があったら是非コメントしていただければと思います XT5 の話少ししましょうかね、えー XT4 からすると少しコンパクトになって、えー、非常にこうグリップ感もいいなと思っておりますでレンズもですね 30mm のマクロレンズが新しく出ていてそのレンズもなんかねすごく良さそうなんですよねだからそういう組み合わせもありだなっていうのとあとさすがにね4000万画素になってしまうとこの 15-45mm のこのレンズは 実際どうかなっていうところは感じてます。xh2s の方であればこのレンズ全然いけてるんだと思うんですけども xt5xh2 にこのレンズになるとちょっと描写、えー、荒が目立ってくるんじゃないのかなみたいなねところもちょっと感じてるので、えー、その辺をですね、えーまあ、検証する方法としては。 このレンズを金本さんに使ってもらうっていうね、一つの手がありますけどもね、今ちょっと思いついてしまいました。ということで、えー、ちょっとね、近々金本さんとコラボレーションしてみたいなと思っております。ということで、ありがとうございました。